アロハこんにちは、 DJ ソアライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、ついに始まりましたゴフフェス第1弾開催ということで、本日開催されました2022年12月26日月曜日15時から2023年1月2日月曜日14時59分までとなっております。まずは第1弾ゴフフェス、僕は今回なんですけどラインナップ1弾から5弾まで見て、まあ新しいのは1弾から4弾まで、この中で見たときに僕は今回の本命は1弾かなと思ってました。はい、狙うはティーダさん、狙っていきたいかなと思います。まずは究極審議、そしてオーバーフロー審議、この2個ゲットしていきたいかなと思います。それでは早速行ってみましょう。ファイナルファンタジーレコードキーパーゴクフェス第1弾、おお。まあ狙うはティーダさんですね。ティーダさん究極オーバーフロー狙ってきたですね。戦技もあるのか。BGM もですね。さあ、行きましょうか。狙うは、究極審議。ティーダさん。まあ、プロンプトの究極も狙いたいところ。ティーナちゃんはかぶり。ティーダさんはオバフロー審議。これも狙っていきたいですね。メイヤさんは、ちょっと、未所持なんですけど、スタメンじゃないのでね。まあ、ティーナちゃんの DR 覚醒。こちらもかぶり枠になってますが、プロンプトのリミットブレイク、リミットチェーン。これも欲しいですね。あとはティーダさん。プロンプトさんぐらいですね。狙うはティーダさんなんですが、外れるとしたらプロンプトさんがいいかなと思ってます。 BGM 超いいですね。切ないですね。いいですね。じゃあ早速まず行ってみましょう。97から行きましょう。まずは第1弾ゴフフェス、開幕は97で行きたいと思います。さあ行きましょう。さあフェス始まりました。ドクターモグ、まあ、まずはこんなもんでしょう。始まりましたよ、僕のフェスが。緊張しますね。さあこのためにミスリルを貯めていました。前回のフェスから一回もミスリル使ってないと思います。はい、500ぐらい貯まりましたね。まだイベント消化してないのもあるので、まあ、500は余裕で超えるかなっていう感じなんですが、まあ、プレゼントログインボーナスもあるので、まずは第1弾ぶっ放していきたいと思います。まあ、ティナちゃんもね、連動マックスにしてないので、かぶった分にはありかなと思っております。まあ、メイヤさんが僕の中では外れ枠になるので、ストッパーに来るとしたら、まあ、ティナちゃんでお願いしますという感じです。あとはプロンプト、狙うはティーダ。僕はシリーズでファイナルファンタジー10が一番好きですからね。さあ行きましょう。ミスリルで、ミスリルで行きましょう。ミスリルの方が価値が高いですからね、ジェムより。さあ行きましょう。お願いします、ティーダさん。うお、2個きた、2個きました。ふう、まずは2個ゆっくり行こうかなと思います。落ち着いていこう、丁寧に行こう。雑に扱うと良くない結果が起こる。ゆっくり楽しんでいこう。まだフェス初日ですからね、初日ですから。ティーダさんの究極、そして新しい必殺技オーバーフローシング、これ今日使いたいんでね、お願いします。ティーダさん、さあここでモグちゃん出動なるか。ここがね、まず大事な第一関門、第二関門か。さあ来い、来た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 、モグちゃん指パッチン2個よし、来たい。誰、これメイヤさんだよね。ちょっと待って、剣メイヤさん究極でしょ。あ、おお、ティーダさんのオーバーフロー審議出た、新しいやつで、メイヤさんの審議究極ですね。まずは来ました、ゆっくり行こう、落ち着け。まずはメイヤさんと究極、オーバーフロー審議出たのは結構熱い。あとは一番上ですね、ティーダさんの剣狙っていきたい。まああとはプロンプトさんの銃も欲しいところではあるんですけど、さあ行きましょうか。22連目頼むよ、ティーダさんの剣
早期撤退できるのであろうか。ドクターモグお願いします。あー1個だ、1個だ。量より質、剣お願いします。7歩出てますね。あ、プロンプトさんの究極10も大歓迎なんですが、さあ緊張しますね。フェス第1弾、今回は僕第1弾が大本命なんで、キーダさんお願いしますよ。さあここでお願いします。キーダさん、あープロンプト、リミットルブレイクリミットチェインだったらいいんですけど、どうでしょうか。何だろう、戦技、戦技もそっか、七歩なのか。戦技出ました。さあ33連目いきましょう。ちょっと数欲しくなってきますね、ここまで来ると。さあドクターモグお願いします。緊張しますね、フェスってやっぱり緊張する。来い、2個来た、2個来ましたよ。さあここで嬉しいのはプロンプトの究極とティーダさんの究極2枚抜き、そしたら最高。まあそんなうまくはいかないと思うので、ティーダさん欲しいですね。ティーダさんの究極は欲しい。お願いしますよ、ティーダさんの究極。さあ緊張する。さあここ第2巻も数は2個出てる。さあ来い、モグ来た、2個来い、2個来た、1個目、あーかぶり、かぶりだ、かぶりだけど次。これなんだ、ティナちゃんだ、ティナちゃんだった。ちょっと今忘れかけてたぜ。そう簡単に究極は出さないということでしょうか。かぶりが常についに来てしまった。さあ来い、ドクターモグカズオ、おお爆発してる。よし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 、頼むよ頼むよ、頼みますよドクターモグ。ティーダさん、まあ、ちょっとこれね数が出てるから、モグちゃんがどれくらい出てくれるか、全部モグちゃんだったらもうかなり嬉しい。頼むよモグちゃん、頼むよ。次次次、モグ、ドクターモグの指パッチン頼むよ。エメトセルクみたいな指パッチン見せてくれ。来た来た来た、何個何個、3つは欲しい。1個、プロンプト、かぶりじゃない、かぶりじゃない、あプロンプト、かぶりだよね、さっき戦技リミットブレイクリミットチェインは来てない。ティーダさんかな、あティナさんだ、ティーカックかぶりいっちゃう上、あこれかぶりじゃない、もう一個上よ、もう一個上っすよ。次で、あリュックまでね、リュックまで粘るのね。ちょっと待って、一個しか新規出てなかった、厳しい。さあ頼むよ、一番上ね、一番上、一番上っすよ。しかもプロンプトも外してくるっていうね究極。さあ来いドクターモグ、数先出ちゃったから、あ2個来てる、ナイス。いやまあね、リュックをお迎えするっていうね、多分きっとそれで55連まで粘ったんじゃないかなというね、まあ、リュックさんのこのドレデコは狙ってはいたので、まあ、ここまではまあ想定内でしょう。さあこっからですよ、こっからティーダさんが出るか出ないかで、なんだかんだでティーダさんが1個しか出てないぞ。まあ1個というかかぶりが1個ありましたね。オーバーフロー審議、オーバーフロー審議沼にはまるかなと思ったら、意外とオーバーフロー審議2個出てくれてるっていう。さあティーダさん、ティーダさんお願いしますよ。プロンプトのチェーンも欲しいけど、プロンプトね、なんだかんだ結構外してるんですよ。さあ来い、あーティナちゃん、レンドが天然でマックスになった、あぶねーあぶねーというかやばいな。ティナちゃんはよく秘伝の書使うんすけど、使わなくてよかった、まさかこんなところで再販来ると思わなかった。
天然で連動マックスになった。いやフェスまでに貯めたミスリルってこう貯めるの何ヶ月もかかったんですけど、使うの一瞬ですね。よし、2個来てる、2個来てるよ。ティーダさん頼むよ、ティーダさん、ティーダさん頼むよ、ティーダさん頼むよ。まさかのね、ティナちゃん地獄にはまる、ティナちゃんがストッパーになるとは。まあ、さっき言ってましたからね、メイヤさん出るんだったらティナちゃんが出てほうがいいなーなんつって。でももう連動がマックスになっちゃったんで、はい、まあ D 角のね、 D 角3は使うんでいいんですけど、もうお腹いっぱいですよ、連動は。連動お腹いっぱいですよ。さあお願いします、ドクターモグ、ティーダさん。え、待って、ティーダさんだけ綺麗に外してるんだけど、ちょっと待って、ティーダさん綺麗に外してるんですけど、一回落ち着こう、一回落ち着こう。まあリミットブレーキチェーン出たね。ちょっと待って、持ってないのティーダさんでしょ。あ、プロンプトさんの究極もない、メイヤさんオーバーフロー審議。ちょっとちょっとちょっと、ティーダさん、ちょっと待って、ティーダさんの究極と戦技が出てない。あとプロンプトの究極でしょ。やばい、欲しいの上の方が出てないぞ。タタタタンじゃないよ、もう早く頼みますよ。ちょっと待って、ツートップで欲しいの出てないからね。プロンプトさんの究極もそうですし、ティーダさんも来た来た、数3つ。これでプロンプトさんの究極とティーダさんの究極で、だってもう残っ取ってないの、だってティーダさんの究極とプロンプトさんの究極とティーダさんの、ティーダさんの戦技、まあ、あとまあメイヤさんのオーバーフロー審議、それだけでしょ取ってないの。あと全部かぶりですからね。いや、ティーダのハードル高いぞ。僕のテーブルはどうなってるんだ。さあここでもういいでしょ、もうティーダさん来ても、よし、来た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 、お願いします、ドクターモグ。ツンデレなんだからマジで。で1個かい。あ、これ持ってないでしょ、ティーダさんじゃない、メイヤさんで。もうしょうがないしょうがない、いやいやいや、ここ最後重要だから。さあ来い、これティナちゃん、これも天然で、ちょっと待って、これも天然でレンドマックスになるぞ。これ天然でですよ。おいおいおい、どうなってんだ僕のガチャテーブルは。分かった分かったよ、いつもジェムでやってるからだ、今日ミスリル使ってるからいけないんだ、ジェムで回せと、そういうことですね。そこは僕ちょっと気遣いが足りなかったですね、ここは僕の気遣いが足りなかった。ジェムで回しましょう。ここでしょ、ドクターモグ。さあ来い、まあ2個来てるね。よし頼むよ、プロンプトさんの究極とティーダさんの究極。もうプロンプトさんは最悪大丈夫、プロンプトさんは大丈夫、最悪ティーダさんよ、ティーダさんですよ僕欲しいのは。もう今回はもうティーダさん究極狙いですから、この今回のフェスの僕の中の目玉は。頼みますよティーダさん、こんなに積んでるティーダだと思わなかったんですけど。さあ頼むよティーダさん、もうティナちゃんもう連動マックスだから、もうティナちゃんはかなり僕の動画の中ではかなり来てるけど、ちょっと待って、ちょっと待って、プロンプトさ究極出てないのよ、ちょっと待ってちょっと待って、おかしいでしょ、プロンプトめっちゃ出てるけど、ティーダさんの究極でしょ。いやいやいや、究極外し半端ないんだけど、しかもティナちゃんめっちゃ出てくるでしょ。タタタタンがすごい切ないんだけど、え、ちょっと待って、マジティーダさんの究極出ないじゃん。タタタタン、さあじゃあもう一回ミスリルいこうか、頼むよティーダさん、お願いしますよティーダさん、ツンデレなんだから最後かもしれないだろって。2個、
2個は出てくれてありがたい。それはありがたい、本当にありがとうございます。頼むから新規、いやもうちょっと新規だったら何でもいいぐらい、何でもいいのでお願いします。ドクターモグ先輩お願いします。ドクターモグ先輩、モグちゃん頼みます。いやー厳しいですね今日。お願いしますよドクターモグ先輩。さあもしかすると手持ち全ぶっぱ、全ぶっぱの可能性大ですね今回。さあ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 、もうもうモグちゃんじゃないと。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。モグちゃん2個お願いします。あ、1個上がりました、ありがとうございます。ひなちゃんこれはもう連動マックス、こい。あーまたティラちゃん、これもレンドマックスでしょ。あ、ティーラさんか、ティーラさんのオーバーク、おーい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、マジティーラ出ないんじゃないこれ。ちょっと待って、とりあえずとりあえずミスリルでいこうか。さあお願いします。ティーラの究極ってこんな出ないんですか。ティーダさんお願いしますよ。ありがとうございます、2個出ました。チャンスはまだある、チャンスはまだある。もう僕の中で欲しかった結構トップ3が、ティーダさんの究極、ティーダさんのオーバーフロー審議でプロンプトの究極だったんですよ。その3つ中2個出ないっていうすごい悲しいお知らせで、ティナちゃんめっちゃ出るっていう、まあ、ありがたいんですけど、天然でもう連動がマックスになっちゃいましたね。さあ頼みますよ。次、次がね、次が関門。さあお願いします。僕とモグ、あ、来た、ありがとうございます。あの剣ね、1個ありがとうございます。あ、リミットブレイクチェーンね、これはいいでしょう。さあ剣頼むよ、剣。おし、来た、来たぜ。声でかくなっちゃった、出たー。ミスリルはもうなくなった。100連いったっすね、100連いったぜ、100連いったぜ、うい、かましたぜ。まあなかなかの久々の爆死だったんじゃないでしょうか。興奮しちゃいました。はい、まあ、天井はいかないよね。プロンプト外したね、プロンプト欲しかった実は。まあ、この BGM いいっすね。まあなんとかティーダさん回収できました。見ていきましょう。いやー結構死闘でしたね個人的には。はい、まあ、FF10 メンバー用意してるんですけど、ティーダさん、まあ持ってないのも結構あるんですけど、まあ、レンズで交換できるものもあるけど、まあ無事オーバーフロー審議究極ゲットできました。やりました。ちょっとメイヤさんも見ていきましょうか。いやまさかの100連でしたね。まあ次回すのは3段かなという感じなんですが、まあリュック狙い、リュック狙いではあるんですけど、メイヤさんって使ったことないんだよな。水魔法もね、まあちょっと厳しいのかな。でもリミットブレイクチェーンの水が持ってて、 D 角も出ましたもんね、究極 D 角覚醒あるね。1回タイプ3ターンなし、3ターン限界突破レベル1アップ、まあ強いんですよね実は。ゲージため戦技もある。究極でいくと3ターンアップか、反射系ですね。自身の魔力か、なるほどね。まあなかなかスタメンに入るのは水は結構僕も揃ってはいるので厳しいかなと思うんですけど、んー、シリーズか、シリーズもどうだろうというところはあるんですけど、もしかしたら
チャンスはあるかもしれませんが、プロンプト見ていきましょうか。プロンプトね、究極出なかったっすね。究極欲しかった。でもまあリベットブレイクチェーンが出たのは結構ありがたいかな。かぶりましたけど、これはありがたい。まあ、マテリアも出ましたからね。究極はまあまあ今回ご縁がなかったという感じですが、まあ、欲しかったっすよね。これあれですもんね、2ターン短縮と弱体できるから結構熱いっちゃ熱いんですけど、まあ、100連回したので十分かなと。ティーナちゃんあれでしたね、まあ、連度が上がったからまあよしとしたいんですけど、いやーよかった。僕結構ティナちゃんは連度マックスにするんですけど、今回クロスメルトン連度マックスで究極の灼熱の炎、これがねもうあと1回なんですけど、まあ、これ1回分ぐらいは秘伝の書使ってもいいかなっていう感じはします。ティナちゃん基本的には連度マックスにする傾向があるんで、まあ、必殺技の数が多いんであれですけど、まあ、あれか、風はマックスにしてない、炎はマックスにしてるんですよね。あ、これ風だもんな。オーバーフローオーブ、風ね。インフェルノコンボかはマックスにしてる。で新奥義も炎はマックスにしてるんですよね。こっちかマックスにしてるんですよね。まあでもリミットブレイクチェーンはマックスにしてないから、まあまあチェーン3個、リミットブレイクチェーン3個持ち結構熱いですよね。まあシリーズ星7チェーン、炎の星7チェーンとかもね出てほしいなと思うんですけど、まあ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 、まあ、ティナちゃんは連動アップはまあまあ個人的には大当たりかなと思ってます。まあ、今回ティーダさんの究極に沼りましたが無事回収はできました。まあ、今回ティーダさんはね全部取れたので、引き続きはまあ、この覚醒とかも別に狙おうと言えばいつでもおまけ等ドリセレ等で狙えるので、リミットブレイクチェーン、あとは連続金でゲットできるので、これ欲しいですね正直。はい、今回はティーダさん究極苦戦しました。飯馬動画になった方、これから年末の動画で見て飯馬になった方、酒の魚になって笑いを提供できたらなと思います。引き続きファイナルファンタジーレコードキーパー5フェス始まったばかりなので、これからもコンスタントに動画はアップしていこうと思っているので、 YouTube ライブ等もやってますので気軽に遊びに来てくれたら嬉しいです。モチベーションアップになりますので、チャンネル登録、高評価、コメント気軽にいただけたらすごい嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。